Paramatch TV。 皆さんこんにちは、 OHK アナウンサーの今川奈央です。ここからは OHK アナのクスクスのコーナーをお楽しみください。さて皆さん、昨日は3月14日ホワイトデーでしたね。どんな一日を過ごされましたか？私は何もないのに仕事終わりにチョコレートと今ハマってるみたらし団子を食べて、なんか一人で優越感に浸っていました。自分へのご褒美ですね。今回のテーマはバレンタインデー、ホワイトデーの思い出ということで、ぜひとも皆さんから募集した投稿をご紹介していこうと思います。そして今回はこの方にも来てもらいました。皆様お疲れ様です。OHKアナウンサーの岸下圭介です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。呼んでいただいてありがとうございます。もう岸下さんにはぜひともバレンタインデー、ホワイトデー、どんな経験があるのかなと聞きたい気持ちも込めてお呼びしました。いやでも冒頭でおっしゃってたエピソード嘘でしょ。本当です、本当です。昨日みたらし団子3本買って3本食べました。でもまあ皆さんの甘酸っぱいエピソード今日楽しみにしますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回は事前に私のインスタグラムの方で視聴者の皆さんに募集をかけまして、たくさんいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。その中からピックアップして、甘いエピソード、苦いエピソード、いろいろご紹介していきます。はい、では早速いきましょうか。いきましょう。まずはこちら。はい、楽しみ。友達とお互い好きな人の家へ。中学1年生の頃、私も親友もすごく好きな人がいて、チョコを作りましたが、本人に渡すのは恥ずかしすぎて、2人一緒に互いの好きな人の家へ行きました。私は親友の好きな人へ、親友は私の好きな人へチョコを渡しました。ほう、甘酸っぱい思い出です。え、交互してるってこと？交互しているんですよ。クロスしてるの？はい。不思議ですよね。どういうこと、どういうことって今ちょっと一瞬理解に時間がかかった。そういうことですか？好きな人に渡すのが恥ずかしくて。おお、でその恥ずかしさから互いにまあ好きな、友達の好きな人、はい、友人の好きな人に渡しちゃった。はい、でも隣には自分もいるんですよ、一緒に。はい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 。ほう、新しいですよね。いや新しいですね、聞いたことないですもん。今どういうことって思いました。そうそう、ね、はあはあはあ、まあでも中学1年生なので、まあ、恥ずかしいですよね。いやでもなんか素敵かもしれないですね。その恥ずかしながりながらもちゃんと、まあ、一緒に行って、まあ、ただ渡すところまでが大事なんですけど。そうなんですよね。そこをなんかこうミスマッチしてるというかところはあるかもしれないけど、へえ、いや幼いからこそのエピソードですか。そうですね、まあ、でもなんかその好きな人もきっと、はい、照れてるんだろうな、可愛いなって思いそうですけどね。いやでも嬉しいと思いますよ、絶対。もうその気持ちが伝わったら大丈夫だ。はい、はい、もう最初から面白いエピソードでしたね。どんどん行きましょう。続いて、はい、見た目が変わり人生が変わった。2年ほど前に20キロ減量し、髪型や服装を少し変えただけでモテ期到来。去年も今年も彼女だけではなく職場の後輩複数名からお菓子をもらいました。人生が変わりました。要するに何て言うんでしょう、モテるようになったと、はい、いうことですか。もう見た目から変えてバレンタインには後輩複数名からもらうようにってすごいですよね。それが目的でダイエットされたわけじゃないんですよね。わけではなくですよ。はい、いやでもすごいですね、まあ、その頑張りが報われたというか、ね、岸下さんは、はい、社会人になってから後輩にもらったこととかありますか？あります、あります、あります。だから今川さんもくれたことあるじゃないですか。そうですよね、ごめんなさい、はい、今年ごめんなさい、あげてなくて。そう、今年はいただけなかったんですけど、私は、まあ、いただいた方にはホワイトデー、3月14日返したんですけど、全然いいんです。大変失礼しました。いや僕全然気にしてないです。バレちゃったここで。あ、でもそうなんですね。でも、はい、やっぱりダイエットとかで見た目を変えていく、うん、自分磨きをしていく、それがこういい方向につながる素敵なエピソードだと思います。ね、モチベーションになりそうですよね。はい、では続いていきましょう。人生初の本命チョコに好きの文字。ほう、中学2年生の時バレンタインデー当日に A ちゃんからチョコをもらいました。小さなメッセージカードも添えられていて、口で言えないから書きます、好きですと書かれていました。ちなみに好きの文字はピンクで書かれて強調されていました。人生初のバレンタインデー、しかも本命でした。え、好きは何、え、漢字、え、カタカナ、カタカナ、ひらがな、ひらがな、カタカナ、カタカナ、ピンクの文字ですよ。お、いや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 、僕はいいと思いますよ。ね、かわいい。
よね。え、女性はどうなんですか。え、ちょっと女性側がそれを男性にするってことですよね。はいはいはい、もうそんな勇気のいることできないです私は。いやでもこう口で伝えにくいというか恥ずかしいという気持ちはすごくわかるんですけど、書いちゃうと書いちゃうとね、まあ食べますけど最終的にはこう形に残るじゃないですか。まあ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 、いやでも嬉しいとは思いますけど ね。この私メッセージカードっていうのも結構一個のポイントだと思ってて、どうですか手紙とかを添えられてたら。あ、嬉しいです、嬉しいです。やっぱり大事に取りますよね。え、その場合って男性側は返すときはどうするんですか。はい、もちろんお手紙つけますよ。いやもちろんもちろん。なんて書くんですか。なんて書くんですかってこんなところで言えるんですか。ちょっとだけください。いやでも過去にお手紙もいただいたことあって、その時は、まあ、お手紙2枚にわたっていて、で2枚で返すのはあれだから 倍は書きました。え、ちょっとやってやって、4枚すいません、すいません。いや過去ですよ、過去ですよ、過去です、過去です。はい、素敵、可愛い、年下じゃん。いやいやいや、でもやっぱりその普段面と向かって伝えるの結構恥ずかしかったりするんで、僕はそうさせてもらったんですけど、皆さんどうでしょうか。素敵だと思います。いいですね。ぜひ皆さんもやってみてください。いやでも文字で書くのいいですよ。うん、気持ち伝わりますから ね。もらった方も嬉しいです。はい、素敵。はい、で続いて、はい、ちょっと苦いエピソード。気があること間違いなし。高校1年の時、好きだったクラスの女の子からガトーショコラをもらいました。はい、これは僕に気があること間違いなしと思い告白をしたところ、うん、はい、恋愛対象としては見られないと振られてしまいました。女の子って何考えているかわからない、スイートでビターな思い出です。うわ、ちょっと僕の表情もこうなってしまいましたけど。だから勘違いしちゃったんだ。しちゃったんですね。で告白しちゃったんですね。あ、いやでも あるあるだと思いますよ。これあるあるですよね。あるあるだと思います。中学校の時とかやっぱり高校の時とか同じ教室で過ごしてて、あ、なんかこの子僕のことってやっぱり思ったりしたことありますもん。ですよね。はい、これ私実は同じことしちゃったことがあって。しちゃったことがあるの。ちょっといいですか。いいです。高校3年生の頃に一人の男の子のことをずっと好きだったんですよ。はい、でちょっと何年生の時か忘れちゃったんですけど、その子に渡そうと思って用意したんですけど、当時友チョコが流行っていて、はい、みんなタッパーに作ったチョコレートを入れて友達に配ってたんですよ。でそのタッパーのチョコレートと好きな子にあげる一つ袋に包んだチョコを2つ私は用意していて、でその日が雨だったんですね。はい、で好きだった子はサッカー部で、サッカー部は雨になると校内練習といって、はい、室内で筋トレをとかをするので、待ち伏せしていたら校舎内で会えるんですよ。なので授業終わりに恥ずかしいから、そのタッパーのチョコレートと袋に包んだチョコレートをこう持って待ってたんですよ。はい、そしたら違うサッカー部の先輩がたまたま私のところに来て、チョコレート俺にもちょうだいって言って、もうこの私こう抱えてる状態ですけど上の袋のものを持ってっちゃったんですよ。お、渡す予定だったやつ。そうです、そうです。持ってっちゃって、はい、でなぜか後日その先輩からお昼休みにプールサイドに呼ばれて、はい、なんか俺も好きって言われて。ちょっと待って、ちょっと待ってください。僕予想してたエピソードと違った。なんか今川さんがなんかそのなんて言ったらいいんでしょう、なんか予想してたエピソードと違います。とにかくごめんなさい、うまく説明できなかったですけど。そうなんですか。強引に取られたと言ったらあれですけど、先輩が持ってったのに、確かに他の人には、まあ、そのタッパーのチョコしか渡していなかったから、はい、その話も広まってなのか告白されて、もうびっくりしちゃって、もうごめんなさいって断ったんですけど。しかも断ったんですか。それは先輩が勘違いしてたってことですか。そうです、そうです。あ、予想できなかったオチでした。へえ、あ、そうですか。まあいろいろありますよね。まあいろいろありますね。ただそれなんか先輩も結構勘違いの仕方が強引ですね。ですよね。全然先輩悪くないですよ。悪くないです。先輩全然悪くないです。はい、いろいろありますからね。甘酸っぱいというか、まあ、苦いというか。言葉で伝えなきゃ伝わらないですね。まあそうですね。なんという落とし方ですかね。はい、行きましょう、行きましょう。じゃあ続いていきましょう。はい、彼女の好きなマカロンを手作りで。去年のホワイトデーに彼女の好きなマカロンを作ってあげようとレシピを検索して作ってみましたが、なかなかうまくいかず何回も作り直して12回目でやっと成功。達成感が半端ないですと。12回目、すごい。
しかもマカロン手作りってすごいですよね。いやそもそもですけど手作りで買えそうっていう、まあ、心意気というか気持ちというかすごいなと思いました。純粋に岸下さんはもらったら買って返すタイプですか？もう買って返しますね。ちなみにどんなものをこれまで買われましたか？いやでもチョコが多いですけどチョコ以外にもハンドクリームとかチョコ以外のものもお渡ししたことあります。素敵。いや別にあれですよ、普通にそのなんて言うんでしょう、そういう恋人関係とかじゃなくてもですよ。あ、はい、気持ちとして何か使えるものとかを、はい、多分チョコレートはいろんな方からもらってらっしゃるんだろうなと思って、分かってる。でハンドクリームをお渡ししたりとかですかね、過去は。ただチョコで返すことが多いですけどね、やっぱり、うん、ですけど手作りのマカロンっていうのが素敵で、マカロンって作れるんですね。いや私もびっくりしました。でもこれ12回目でやっと成功ってありますけど、失敗しても嬉しいですよね。いや嬉しいし、ね、それをどうだろう、その彼女にお伝えしたんだろうか。あ、12回やったんだよ。でもそれ言ってなかったらもう本当にもう花丸、花丸。いやでもまあ言ってても可愛いですけどね。言ってても可愛いですけどね。言ってなかったら、いや僕多分言っちゃうタイプなんですよ。12回作ったんだよとか言ってしまいそうなタイプですけど、これ言ってなかったらもう花丸だと思います。誰が言っとんねんって話かもしれないですけど、はい、皆さん素敵ですね。いやでも素敵だ、温かくなる、ね、今回視聴者の方からの少しだけピックアップしてご紹介したんですけど、はい、実はアナウンサーの皆さんからももらっていまして、ご紹介してもいいですか？いいですよいいですよ。聞いてない聞いてない。では最初森アナウンサーから、はい、生チョコ作りに挑戦。しかし小学生の時手作りチョコを作って友達に渡そうと家で生チョコに挑戦しましたが、大雑把で目分量で作ってしまったためドロドロに。結局妹と食パンやクラッカーをつけて食べました。友達には買ったチョコレートを渡しました。おー、なるほどな。要するに固形にならなかった。そうですね、溶けてドロドロに。でも森さんやりそうですね。そうなんですよ、はい、手作りでなんかお返しとかこう気持ちとか大切にされそうなイメージがあるんで、はい、なんか森さんらしい可愛いエピソードですよね。でも失敗とかしなさそうなタイプですけどね。失敗したんですね。ね、確かに完璧なイメージがあるので、意外ね。でも結局買ったんだね。はい、まあ、でも生チョコって難しいですよね。いや、まあ、その難しいかどうか簡単なのかどうかも分かんないですけど難しいんだろうなっていう想像はつきますね。お茶目でいいですね。いや、お茶目の森さん、うん、素敵素敵。さあ、はい、続いては篠田アナウンサーです。篠田アナウンサー、私の全盛期。ほう。自慢ではありませんが、大学生の時に塾の講師をしていて、教え子や保護者から講師室の長机いっぱいに一人でチョコをもらいました。全盛期でした、かっこ笑いと。自慢ではないですが。自慢ではないですがと。すごいです、保護者からも。篠田先輩、その机が満たされるくらい。はい、教え子や保護者から。これ保護者からってどうやって保護者からってそれ危ない関係になってないですよね。大丈夫ですよね、それは大丈夫ですよね。それほどまあその感謝されてたと言いますか、塾の先生としてすごい尊敬されてたんでしょうね。おそらく尊敬されていたし、もちろん格好よくて、うんうん、であの先生、憧れの先生とかよく聞くじゃないですか。うわ、やっぱりそういう存在だったんでしょうね。憧れの篠田芳雄先生。いや、自慢ではないですがっていう謙虚さも素敵です。うわ、でもなんか憧れますね、こういうシチュエーション。いや、自慢したいですもん、ね、僕だったら多分もっと自慢してると思うんですけど、その篠田さんが自慢してないあたりも、うん、いや素晴らしい ね、さすが先輩。さあ続いて、はい、萩原アナウンサー、はい、クラスメートのももちゃん。気になる。今から32年前、中学3年生の時のホワイトデー、はい、好意を抱きつつも付き合ってとなかなか言えなかったクラスメートのももちゃんがバレンタインデーにチョコをくれたので、お返しのお菓子を買いました。ただそれを渡すところを想像すると照れくさかったので、仲の良かった男友達の分と2つ同じものを買って、まずはその男友達にこれやるわと渡した後に、ももちゃんにもあげるわとついでのような形でももちゃんに手渡しました。恥ずかしかったのでその場を立ち去りましたが、ももちゃんのキョトンとした表情が忘れられません。萩原さんやりそう。でも気持ち若干わかりますね。わかりますか？一人でなんか一人に渡すって
やっぱり相当なことじゃないですか、はい、中学3年生の時、はい、32年前ですか、はい、いやあのもしかしたら昭和のもしかしたらというか昭和の頃のお話かもしれないですけどす、ねはい、ただやっぱり平成でも変わらなかったですよそれはそれちょっとなんかいやいやごめんなさいいじってないですいじってないです全くいじってないです萩原さんただいや気持ちがすごいわかりますしももちゃんあの本当は好きだったんだよってそうです、ね、いや僕が代わりに伝えたらおかしいですけどあの伝えたいぐらいの気持ちですねちなみに岸下さんはもう好きな子からもらったらなんて返すんですか1対1で返しますか当時1対1でいやでも友達と返したことはないと思いますあそこはもう男勝負と言いますか、はい、もう一人でうーんそうですねおいやいやでも緊張しますよねでも緊張すると思いますあんだけ堂々としてるのにそんなピュアな部分もあったんですね萩原さん本当ですね、うん、さっとかっこよく渡しそうですけどねねなんかこう一人で颯爽と現れて、ね、王子様のように、はい、あの王子様にこうお渡しするみたいな感じで渡しそうなイメージがありますけどこう陰に隠れてこう渡してでお前にも渡すわなんてことをしてるんだ言いたくなりますねごめんなさい乱暴な言葉遣いになりましたいじってますねすいませんいや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 でもなるほど ね甘酸っぱい学生時代ならではかもしれないです、ねはい、さあ続いて中塚アナウンサー、はい、大モテな男の子との秘密の思い出小学4年生の時に当時学年1のイケメン大モテの男の子に渡したいという友達に付き添ってついでに私も渡しに行くことにしましたバレンタイン当日彼の家には次々に女の子が訪れていましたお返しはみんなに渡したものよりも2倍くらいゴージャスな手作りなお菓子を渡していましたしかも誰もいない更衣室に呼び出されて受け取ったことを覚えていますといやいるんですよあの学生時代にあの言ったらもう本当に多くの、まあ、方からいただいている方っていうのはいるんですよねあの皆さんも心当たりないですかあの同じクラスメイトで一人もうズバ抜けてもらってる人がいるんですよいましたいましたでも今のエピソードは中塚さんがその方に対してってことだねはいへでもお返しも確かにスマートなんですよねスマートいやでも誰もいない更衣室に呼び出してすごいこれ小学4年生ですよいやロマンチックというか確かにそのどこで学んだの？このエピソード確かにこのエピソード聞いて小学4年生ですって当てれる人いないと思うので、はい、すごいですよねでもみんなに多分たくさんもらってるのにみんなに2倍くらいゴージャスな手作りなお菓子ってもうお母さんが多分すごいしっかりされてるのかなとか思っちゃいました確かにそれもあるんでしょうけど多分その男の子も素晴らしい方 でそれだけいただくまあそういう魅力的な方なんだろうなっていうのは間違いないですよね。ねえ、うん、うわなんてなんかキュンキュンするエピソード。はあ、大モテな。いやでもいますいますいますし、ね、でも中塚さんもちゃんとそういう方にお渡ししてたんですね。ねいや勇気いることだと思いますけどすごい。ね、はい。さあ最後は藤本アナウンサー。はい。すれ違いながらも、ほう。私が小学校低学年の時ずっと好きだった男の子がいました。バレンタイン当日学校でその男の子に。今日〇〇くんにバレンタイン渡すねと告げたのはいいものの肝心な場所と時間を決め忘れていて、はい、あの女放課後どうしようとあたふたとりあえずお母さんに運転してもらい学校の正門に行きましたが男の子の姿はなく出会えると信じその子の家にも行きましたが会えずどうやら男の子もお母さんの運転で私を探してくれていて行き違いになってしまいました泣きそうな私を横目にお母さんがどうにかして男の子のお母さんと連絡を取ることに成功やっと落ち合うことができましたそして直接バレンタインのチョコレートを渡せましたと素敵なんかドラマとかに出てきそうなエピソードですねうわすれ違ったけど会えたんですねそう、すごいすごいですねいやでもそのね、藤本さんが会いに行って向こうも会いたいっていう気持ちになってた、はい、なんていうエピソードですかそれはしかもバレンタイン当日学校で今日バレンタイン渡すねってあの藤本さんに言われるんですよすごいいやすごいですね言うんですねね可愛いですね呼び出してお渡しするんじゃなくて今日渡すねと宣言をして今日渡すねと宣言をして
お渡しされるタイプなんですね。ねえ、いや、皆さん可愛いエピソードありますね。全然なんか皆さんいろんなこと経験されてるんだなって、職場では気づかなかった。本当ですよ、ね。まあ、そんな話しないですけど。ちょっとちなみにぶっ込んじゃいますけど、岸下さんは一番思い出に残ってるエピソードありますか、何か。一番思い出に残ってるエピソード、いろいろありますけど、うん、やっぱり人生で一番最初にもらったバレンタインデーのチョコっていうのは忘れないですね。いつですか。幼稚園の年長の頃でした。覚えてるんですね。はい、ただですね、渡してもらった方のお名前も覚えてないし、顔もうっすらとしか覚えてないんですよ。っていうのが僕は徳島県で保育園に2年通って、年長だけ香川に引っ越してきたんですよ、年長の時に。でこう年長でこうクラスメイトの子たちのところに入っていって、やっぱり人見知りもするし、この1年でみんなと仲良くなれるかなって不安とかもある中で、本当にそういう素振りとか全くなかったんですよ。でチョコもらって、で家持って帰ってお母さんに報告して、うん、で笑顔で食べてなんかっていう思い出がありました。忘れないですね。2階建てに当時住んでたんですけど、はい、2階で布団のところで母親に報告しながら母親の前で食べたのを覚えてます、ね。かわいい。ただお返ししたのか全く覚えてないんですよ。お返ししたのか、なんか瓶に入ってるチョコだったんですよね。そんな繊細に覚えてるんですか。こういう瓶に入ったチョコ。ただお名前も全く覚えてないんです、本当に。まあ、でもその1年しか行ってなくて、ただもらったの嬉しくてっていうのは覚えてるんですよ。そう、本当に嬉しかったんでしょうね、そこまで覚えて。だから萩原さんがももちゃんってお名前出されてるじゃないですか、はいはい、やっぱり小学校中学校とかって覚えてるんですけど、幼稚園の頃ちょっと覚えてないんですよ。ただそのもらった事実だけは未だに忘れてないです。へー、でもやっぱ皆さんもらったりあげたりありますね。ありますよ ね。いやなんかもうホワイトデーが3月14日、はい、2月14日今年もありましたけど、皆さんどんな思い出作ったのかっていうところは気になりますけれども、気になりますけれども、ただ振り返るのもいいですね、このタイミングで。いいですね。いや、なんかやっぱり近年はコロナ禍で何かを渡すっていうその習慣が少し減ってきてる感じがしたので、改めて、まあ、感謝の気持ちじゃないですけど、あげるの、思いを伝えるのは素敵ですね。そうですね、好きだとかありがとうとか、ね、そういう気持ち皆さんも伝えてほしいなと思います。ぜひぜひ伝えてください。そして岸下さん、はい、来年はちゃんとお渡しします。あ、いやいや、全然それは気にしないでください。もう本当にお互いに、まあ、仕事頑張って。そうですね。で時には感謝の気持ちも伝え合いながら頑張っていきましょう、はい、優しい先輩でよかった。全然全然。ということで今日はちょっとセキララにバレンタインデー、ホワイトデーのエピソードを振り返りました。いや、胸が熱くなりました、ね、幸せな気持ちになりました、はい、皆さん大切にしましょうね。今日は岸下さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。